ガストン厚木中央公園は、神奈川県厚木市の中心市街にある、多目的広場及び防災機能を備えた都市公園である。厚木中央公園は、厚木市役所の北側、厚木中学校の東側に位置し、1931年から創業していた日本バルカー工業相模工場の跡地に整備され、1997年4月に開園した。総面積は約 1.9 ヘクタール。季節を問わず市民の憩いの場となっている。中央には多目的広場と欅広場があり、西側の憩いの広場には四方の池とそれを囲むように球形のオブジェが並んである。このオブジェは噴水となっており、上部から水が湧き出し表面を伝う。夏場は子供の格好の遊び場であり、また涼を感じられる場である。また、4基のガス灯が設置され、夜はレトロな気分に浸れる。地下には市営駐車場が整備されている。災害時には市の指定避難場所となっており、地下備蓄倉庫や耐震性地下貯水槽などの防災機能を備えた公園でもある。毎年行われる厚木あゆ祭りの際は、この公園に特設ステージ及び模擬店が設けられ、花火が見える格好の場所であるため当日は来園者で混雑する。2010年9月18日9月19日には、ここで B-1 グランプリ in 厚木が開催された。ありがとうございます。